はい、子どもの心診療部セミナーを始めたいと思います。私は新田部長より挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。あ、おはようございます。信州大学の子どもの心診療部の本田でございます。年に2回5月と12月に、子どもの心診療部セミナーをやっておりますけれども、今回は、信州大学の障害学生支援室長の篠田直子先生にお願いしております。子どもの心診療部なんですけれども、大学生の支援ということで、広く大人をやってらっしゃる方々にも今回はお声をかけさせていただきまして、おかげさまでたくさんの方おいでいただきましてありがとうございます。子どもの心診療部で見ている人たちも多くは皆さんそのまま大人になっていきますので、で圧倒的にやはり発達障害の方々がたくさん受診されて、そのまま大学に行き、そして社会に出ていかれるわけですので、その社会に出ていく直前の段階である大学生の学生生活をですね、充実して過ごしていただくために、どんな工夫をされているのかということを今日は勉強できればと思っております。1時間半ほどだっけ何時まで ?11 時半そうだね、2時間弱だと思います。あ、すみません、打ち合わせ不足で、ご一緒に勉強させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日講師をしていただきます篠田直子先生についてご紹介させていただきます。篠田先生は筑波大学を卒業された後、臨床心理士の資格と心理学の学位を取られております。その後スクールカウンセラーをされたり、児童養護施設や児童家庭支援センターの心理職として、さまざまなお子様やご家族の支援をされてこられた先生です。現在は信州大学学生相談センター障害学生支援室室長をされております。本日は発達障害のある大学生の支援というテーマでご講演いただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。先生、どうもありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。皆様、お寒い中、今日すごく冷えましたね。たくさんの方に来ていただいてありがとうございます。私は現在、信州大学の学生相談センターの中にある障害学生支援室の室長をしております篠田と申します。室といってもそんなに何十人もスタッフがいるわけではなく、本当に数えるほどの、スタッフで、大学に、進学された発達障害だけではなく、聴覚、視覚、それから身体不自由等々の学生さんのサポートに当たっている現場の人間だというふうに思っていただければなと思います。先ほど、スタッフの方々、診療室の方々から事前のご質問とか、書いていただいたものを見せていただいたんですけれども、一つは大学に入る前にどういうことを準備しとけばいいのかとか、大学では具体的にどういう支援をしているのかとか、あとは、そうですね、就職に向けてどうなっているのかと、そういうふうなご質問が多かったかと思います。そのことは私たちにとってもすごく大きな課題ですので、今日は、その辺も含めてお話をしたいと思います。で、基本的にはですね、体制とどういう、サポートをしているかというところが中心になるかと思います。事例とか聞きたいという話もあったんですけれども、細かい事例とかについてはちょっといろいろとまだはばかられるところがございますので、こういうふうな、サポートをしているしますよというようなお話までにとどめさせていただこうかと思いますので、ご了承ください。前置きが長くなりました、すいません。今初めて1時間半ということを知って、どうやってバージョン作り直そうかなとか思っているところですけれども、ここに柔軟な切り替え能力が必要だということなんですが、発達障害の学生さん、そこ苦手な方が多いですよね。今ちょうどグループワークでそこのところを、考えようっていうようなグループワークを立ち
ち上げている最中なんですけれども、そういう学生さんもいっぱいいます。こういうことを言われるとここで立ち止まって固まっちゃって5分ぐらいは何も喋れないというようなあの学生さんもいるかなと思いますが、ちょっとその辺の話をしていきたいと思います。ちなみにこのフォントですが、UD デジタル教科書版といいまして、視覚障害の方にもあの見えやすいものが、現在あの発売されたばかりですので、1ヶ月340いくらで買ってみて、2時間です。はい、わかりました。すいません。わかりました、はい、変更の変更ができるか今ちょっと不安になりましたが、はい、あのちょっと見えやすいタイプ の, あのフォントを使っています。あの学校はあの明朝体が結構多いんですけれども、明朝体って細いところと太いところがあって、すごくこう見えづらいっていう学生さんもいます。あの私も老眼になってきているので、あのその気持ちすっごく今よくわかるので、これを使ってみて今日はあの発表させてもらおうかなと思います。このようにあのユニバーサルデザインの方もだいぶ進んできたかなっていうのが今の現状になるかなと思います。はい、まあお決まりですけれども、まず発達障害の特性のある大学生の増加ということをお話しさせていただきます。この図ですが、とても有名な、私あの業界ゆてばというか、あのとても有名な図で、日本学生支援機構が、日本中の大学からデータを集めて、どういう学生さんがいるのか、どういう支援をしているのかっていうのを集めたものになります。2017年度こう右肩上がりでずっと上がっていると思いますが、発達障害っていうのはオレンジ色のところですね。で、ピンクがあのちょっと精神障害とかであの急に増えているのは、あの今まで取ってなかったのが急に取り始めたから増えているような感じですけど、あ、違うか、ピンクが病弱虚弱で紫が精神障害なんですが、それに比べると発達障害の診断のある学生さんっていうのは徐々には増えていますが、 急激に増えているわけではないっていうようなことがあの分かるかと思います。で、発達障害の内訳ですけれども、 SLD というのは学習障害と言われているもの、いろいろ名前が変わっちゃうのであのあれなんですが、というもの、それから ADHD というのは、まあ、あの今巷でも結構あの話題になっていると思いますので、あの不注意とか多動性衝動性の強い方ですね。それから ASD は、自閉性を少し抱えていらっしゃる方々、それから一番下がそれが重複している、つまり一つの障害では語りきれない。私が支援してやっぱり一番思うのは、持ってくる診断書と、本人の像を見たときに必ずしもそれとは一致しない、そこでそれだけじゃないよねっていうような学生さん、そこだけで困ってるわけじゃないよねっていう学生さんを目にすることが多いかなと思いますので、実質はもしかすると発達重複っていうのは多いのかもしれません。まあ、この増加どんどん増えているように見えるんですけれども、一つはまあ今大学全入時代ですね、希望すればほとんど入れるかと思います。なのでそれで増えているということもありますし、もう だいぶ前から小中学校とかでは丁寧なご指導をされてきているかと思いますので、ご自身が、自分の力を発揮することができて大学にも合格できるっていうような力をつけてきている方はたくさん増えてきているのかと思います。それに加えてやはり法的な整備が整ったっていうのはかなり大きいかなと思います。あの障害者の権利条約の批准に伴って、まあ、よく聞くかと思いますが、障害者差別解消法、これは正式名称じゃないんですが、一般的にこの名称を使っているので、あ、ずれてますね。これが出来上がったことで、本格的に法律的にもちゃんと、支援をするようにということがお達しがありました。それに伴って大学でも正式にそういう部署を作ろうというような形になってきましたので、表面上すごく増えている、表面上なのか本当に増えているのか、ここはまだ私も判断がつきかねています。このような状態ですが、ちょっと
右側にある図は見てすっと忘れてください。ちょっと寝台の中で少しどのぐらいいるのかなと思う、障害の学生さんがどのぐらい増えてきているのかなというものをざっくりと、書いたものなんですけれども、水色とオレンジのラインが発達障害の学生さんになります。診断がある方が、オレンジの方、診断がなくて疑いがある、もしくは診断名が発達障害の疑いっていうのも来ているので、それはとりあえず診断ありの方にはしていると思いますが、学内の、ドクターとかカウンセラーの方が見て、別な診断できてるけどやっぱりちょっと発達的な特徴もあるよねっていうような方々も含めるとかなりの数になってきているし、増えてきているかなというような気がします。で、全国ではこの数というのは、まあ、5000人弱ぐらいだっていうんですけども、支援している人たちが集まって話をするとそんなに少なくないよねみたいなのがいつも話題になっています。実際苦労されている方もいれば、でも逆にどう見てもそういう特徴を持ってるけどすごく適応してるよねっていうような学生さんもいるのも確かです。その辺の境目っていうのは支援のポイントなのかなと思って、今考えています。で、もう一つ日本の特徴っていうのはASD が多い、自閉スペクトラム症、こちらの方が多いっていうのも日本の特徴なのかなと思います。海外に行くと学習障害とか ADHD の数って結構多くって、かえって、自閉の方は少ない、割合的には少ないというケースもあるんですが、日本はここの部分が非常に多いのが特徴かなと思います。で、信州大学も先ほど言えましたように増えてはいるんですが、これ増加っていうよりも把握するようになったんじゃないっていうのが内部での感覚です。つまり、支援室が支援するのが全ての支援ではなくて、本当に関わってくださっているのは授業を担当してくださっている先生であったり、窓口にいらっしゃる職員であったりするわけなんですが、その辺の方々に発達障害ってこういうことで困っている学生さんいるんですよっていうことをお伝えしてきました。それによってもしかしてこの学生さんそういう特徴があるんじゃないのっていうようなご報告がこちらに届くようになったっていうこともこの増加の原因の一つかなというふうに考えています。それは何ていうのかな、色眼鏡で見るっていうわけではなくって、支援をする際に発達障害っていう観点で見ていくと支援の仕方を考えることができるんじゃないかっていうような形かなと思っていますが、ここは増えていくっていうことは決して悪いことではないというふうに考えています。決してあれですよ、よく言われるんですけど、あの子発達障害だからねみたいな、困ったねみたいな、そういうふうな目で見てるっていうわけではないです。支援するときにどこをどうしようかっていうのはすごく悩みどころなんですけども、そこに発達障害の視点が入ってきたっていうふうに考えていただければなと思います。じゃあ大学にどんな学生さんがいるのかっていうところなんですが、典型例はあるのか、今ネット上とか、テレビとかもすごくこういうのありますっていうのが前面に出てき始めてると思います。私は研究を始めたのに2000年前だったので、その頃大学に発達障害の人いますって言ったら怒られましたそんなもんいるわけないじゃんとか言って怒られて、研究もとどめられたというそういうところありましたけれども、そういう意味では今はそういう方々も一緒に、勉強するっていう空間が出来上がってきているのかなっていうふうに感じます。で、手元の資料にはないかと思うんですが、ありがちな姿をいくつか挙げてみました。その1です。先生がこういう指示をしました。今日の実験に問題になった何とかに関する論文を読んで要約をまとめて、昨日教えた形式に従って院生の X さんに提出してください。それからゼミの合宿の申し込みは学部の Y 君に連絡するようにと一気に言った場合、
はい、この中にも結構ついてこれない人いるんじゃないかと思います。私はついてこれないんですが、意外とよくあるんですけれども、むちゃくちゃいっぺんにいろんなことを言われる。これは特に発達系の問題で記憶とかがちょっと苦手だとかっていう学生さんにとってはもう何が起こったのっていう状態です。作業が手につかないまま半日ぐらい経過して、でできたって聞いたら何をやればいいんですかって答えるんです。そりゃそうだと思いますね、私も。 でも先生はもうちゃんと伝えたでしょ、朝行ったんだから何聞いてたんだよっていうようなことが昔はよくありました。あったみたいです。昔はよくありました。最近はこれをやると発達障害の方だけではなく一般の学生さんもついてこないということにがだいぶ認識していただいているので、切り分けたり文章にしたりそういうことには、していますが、こういうことですごく止まっちゃうっていうのは学生さんの中に発達的な特徴を持っている学生さんっていうのは結構います。はい、それからこれもすごく多く先生方、これは学生の救済のためにやっているようなレポートなんですけれども、今日の講義について何でもいいのでどう思ったか書いてください。何でもいいのって 何書きゃいいのっていうことなんですけれども、で、学生さんそのままとどまったままみんなカリカリ書いてるんですけれども、1行ぐらいしか書けないとか全く書けてないっていう状況で、何で先生がこう畳みかける攻撃なんですよね。何でもいいんだから小学生でも書けるはずだからさ、何してんだよっていうふうに言ってた時代があったと思ってください。今はこういうことを言ったら通用しないということは先生方も十分ご理解していただいていますが、これに近いことっていうのはやっぱりあります。私も学内の FD の中で、こう曖昧な質問しちゃうとなかなか返答ができない学生さんが増えてきてますから、気をつけてくださいっていうことでお話をすることで、少し気をつけていただくようになりましたし、その点でなんですけれども、やはりここに突っかかるっていう学生さんは意外といます。で、それを少しいろいろまとめてみました。これ本田先生と最初の頃にまとめた特徴の中の部分にプラスアルファしたんですけれども、臨機応変な対応ができない、本音と建前、皮肉が理解できない、文脈理解が難しい、何言ってんだろうっていう感じで相手が何を言わんとしているのかの理解が難しいっていうこと、これは相手の意向の推測が苦手っていうことですよね、こういう学生さん。それから抑揚のない声のトーン、表情が変わらないとかで目を見ない、それから私も支援室でお話しするたびに孤独だとか孤立感があるとかなんか疎外感があるみたいな感じでお話しされている方もいますけれども、そういうふうな、コミュニケーションのスキルの弱さっていうのも一つの特徴かと思います。かと思えばすごい話題がパンパン変わるとか、会話がなんでそこ飛ぶのみたいな感じになったりとか、あとはすごくこう好きなこと、例えば理学部の化学科に入った子がなんか延々と化学トリビアというやつを私に教えてくれて、すごいねすごいねって言ってこうずっと押してる状態なんですけど、止まらない状態ですね。でただ言ってることはトリビアであって学問とはまた違うので、レポートは書けないっていう状況になっちゃってるような子もいますですね。活動興味の限局とか柔軟性のなさっていうのは結構出てくるかと思います。でまた感覚過敏、聴覚、触覚、嗅覚とかあるのかなと思いますが、一番耳から入ってくるものが目立つかなとは思いますけれども、大きな音がダメだとか周りがざわ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 しているのがもう気になって気になって仕方がないとか、そういうこともあります。ちょっと見通しが持ちにくかったりとか、人とのつながりにくさ、ちょっと感覚過敏とは違いますけど、人とのつながりにくさがあるというのも特徴の一つかもしれません。で、
そこからあとは、今度ケアレスミスをするとか忘れ物なくし物が多い、大学入って iPhone 買い替えたの3つか4つっていうのそういう子もいますし、お母さんがたまた久しぶりにお部屋に来たら、ペットボトルが部屋のあペットボトル の, あの空ですねが部屋の3分の1を占めていたというようなことも時々伺うことありますが、片付けが下手っぴで、ごめんちょっとあの修学上の相談しようかって言って、じゃあプリント持ってきてって言ったら、リュック全般にこんな熱いぐちゃぐちゃになったもの全部持ってきて、授業中ごとに分かれてないのでここで分けてもいいですかっていうような話になるとか、そういうふうな学生さんいます。まあ、不注意とかあのただ性衝動性もあるし、こういう特徴を持ってる子もいます。あの唐突に、5万の仕送りしかもらってないのに7万のコートを買ったっていう人についこの間会いましたけれどもあのちょっとあの金銭感覚的なところとか思い立ったら我慢できないとか、そういうところもあの見せる学生さんもいます。で最近ちょくちょくやっぱりあの私は修学的なところ 学習上のところでお会いすることが多いので、あの問題出てくるのが読むことが極端に遅い、ですね、きれいに色分けしてあったりフォントを変えて見やすくしてあるっていうふうに一般的に言われている本を読むのが苦手だ、フォントが変わるともうそこで訳が分かんなくなるので全部同じ明朝体なら明朝体にしてほしいっていう学生さんとかもいました。そういうふうな特徴があったりとか、手書きとワープロで書く内容だけ全然異なるっていうのは、とあるゼミの、に入りたいっていうのでちょっと簡単なレポートを出してもらうときに、手書きで書くとあの何書いているのか分からないような状況、内容もなんか小学生が書いているような状況で、あれこの子の印象と違うなと先生が思ったそうなんです。でじゃあここでワープロで書いてごらんよっていうふうに書いたら、あのすごく大学生らしいって言ったらおかしいですけども、あのしっかりした文章が書ける、とにかく手で書くことが苦手だっていうような学生さんがいます。書いちゃったけどあの字が汚いっていうのもそうですね、字が揃わない汚い、出してはくれたけどレポート読めないから低評価できないんだよっていうような話も、じゃあ先生もうワープロにしましょうよみたいな話をすることもありますが、そういうふうな読み書き、これに計算が苦手だということもありますので、この辺の困難もあります。まあ、こういう学生さんはいますが10人トイロですね。全く一人一人違います。同じ診断名をもらっていてもこの子とこの子と同じ診断名なんだよなと思いながら、見ることは結構あるかと思います。だから典型例があるようでないっていうのが発達障害の特徴なのかなというふうに感じています。じゃあですね、ここで私が発達障害ってこんなもんですよっていうのは本当にお門違いの話で先生方いらっしゃるので、それは言いません。ただ私たちっていうか信州大学の学生相談センターの障害学生支援室では発達障害はどういうふうに考えているのかっていうところを教えるお伝えしたいと思います。つまり支援者として発達障害をどういうふうな感覚で見ているのかっていうことを今からちょっとお話しさせてください。まあ、この辺の名前は皆さんご覧になったことはあると思いますけども、先ほど話したような、大きなものはこれですけれども、これにこう不器用さ系 の障害を持ってたりとかいうことも含まれていますが、いずれにしてもこの3つかなっていうふうにイメージしています。一つはやっぱり独特な脳内処理っていうこと、それから2つ目がスペクトラムっていうこと、それから3つ目が他の障害との併存があるっていう、そこの3つをポイントとして、私たちは考えていますが、それぞれ1つずつ見ていきます。もともとの機能障害っていう言い方をする場合もあるんですけど、それは障害なのかどうなのかっていうのもちょっと言い難いなっていうよりは独特なんだよねっていうような発想を私たち持っています。意識処理とか認知処理とか判断処理とかいろいろあるんですが、そこに、いわゆるマジョリティの人たちって普通って言われているような人たちとはちょっと異なった処理をしているっ
ていうような発想、それから読み書きとかもちょっといろいろとあのを使ってますので、そこの処理の仕方とかスピードもちょっと独特さがある。だストップ、ブレーキですね、ブレーキのかけ方もこううまくかからなかったりとか、あの急にアクセル踏んだりとか、そういうこともあの起きるとか、自分とか他人とか意識、これ全部あの人間脳で判断していると思いますが、そこの部分がやっぱり独特なんだなっていう印象は受けています。でそれは何を示すかというと、結局本人努力とか努力の足りなさとか養育とかが問題、それだけが問題ではないんだよね。でその特性自体は自分の力では治せるようなものではなくって、持って生まれたもんだよね。で、それはずっと続いていって死ぬまで持っていくもんだろうなというふうに捉えています。私自身も実はあの十分持ってると思っているので、ついついあの80過ぎた親にどんな子だったって言って聞くこともありますけれども、変だったって言われましたけれども、あのいろんなことやりました。中学校だったかな、心臓の働きをっていうのをあの当時習ってたんですけど、心臓どうなってるか見たいって言ったそうなんです。で、あのこれは私うちの父に感謝するんですが、あの父親が肉屋さんに行って牛か豚かの心臓を買ってきてくれたんですね。で、たまたまあの医療系の仕事をしてたのにうちにメスがあったんで、それでこう切り開いて、あ、便ってこういうふうについてんだっていうのを、見せてくれたことがありました。でそれなんか人に言うと絶対惹かれるのであんまり言わないんですけど、今言っちゃったって感じなんですが、でもそれはすごくありがたいと思うのは、その時何変なこと言ってんのって言わずに、じゃあやってみればって言ってやってくれた、周りの環境があったから、だから今私がここでこうやって偉そうに話してるんだなっていうふうに感じています。まあ、その特徴はもうどうしようもないですね、今でもあります。あのいろいろと、出てるなと思いながら、今の自分のこういうところ引っかかってるなっていうようなことを考えられるようになったから、うまく社会に適応してるんだろうなっていうふうに考えてますけれども、そういうものを持っているけれども本人ではならないですね、もう還暦近いんですけど今でもならないです。そこはただし、夫は理解してくれる人を選びましたっていうふうに自分で、支援者を選んでいくっていうこともしてきています。はい、ですごく大事なのがスペクトラムっていう発想だと思っています。スペクトラムという言葉は結構あると思うんですけど、これは結局とそういう特性っていうのは誰でも持っている特性の強さであって、ある機能の弱さでもあるっていうふうに考えています。だから持ってる人と持っていない人のこう切れ目がないですね、ない、弱い、強いっていろいろあると思うんですけれども、凸凹があって、これ福井大の先生、小坂先生がちょっとお話しされているのをちょっと拝借させていただいて、説明にさせていただいているんですけれども、定型って言われる方はいわゆる、普通って呼ばれている人たちの平均値の特徴が並んでいると考えていただいていいんですけれども、発達系の特徴を持っていらっしゃるっていう方はそこが強かったり弱かったりデコボコであると、杉山先生はね、発達デコボコっていう言葉を使っていらっしゃると思いますが、そういうもんだというふうに考えています。これ自閉はもともと自閉スペクトラムっていう言葉が出てあるから言ってらっしゃると思いますが、 ADHD も十分、スペクトラムです。これは私が2008年に大学生、一般の大学生を調べたものだったんですけど、不注意と多動性、衝動性っていうのの強さを、これは自分でどう思うかっていう主観的なものなんですけれども、調査をして取ったものです。ここにちゃんとスペクトラムになっていて、右に行くほど、特徴が強いということになるんですが、ここにやっぱり診断基準に当てはまるかなっていうぐらいの注意の
強さ持っている学生さんはいます。診断持ってません、この学生さん。ただこういう特徴が並んでいるっていうのは確かだと思います。じゃあどこからが ADHD なの、どこかが違うのって言った時に私には答えられない。そんな基準あるのっていう、一応名目上作ってはありますけれども、ここの基準からちょっと離れた人が困ってないのって言ったら、いや普通これだけ強いんだったら困るでしょうみたいなところがあります。なので、これは特徴としてはあるだろう。ただもう一つ、特性が強ければ障害なのかという問題も一つある。大学に入学されている方でものすごくいわゆる毛が強い、発達障害の毛が強いみたいな言い方するんですけれども、ぽいよねみたいな感じの学生さんもいます。ただその学生さんが何か困ってるかって言ったら全然困ってなくて、とっても優秀で、それこそ学部のうちから学科を発表しちゃうような、そういうふうなと優秀さを持っている学生さんもいます。一方でそこまで強くないかなとか思うような学生さんでも単位ボンボン落としちゃって留年になっちゃったりとかするような方もいます。だから特性の強さイコール障害とは言えないんじゃないかっていう発想で、私たちは関わっています。どういうことなのか、これは私のオリジナルですとか言ってちょっと手書きであれなんですけども、学生さんが、青いのが自分の特性だと思ってください。人様とはちょっと一般の平均値みたいなところから比べるとちょっと特徴があるかなっていうのを抱えて、大学という山に登りに入ってきます。で道はこうあってまっすぐではないのでぐにょんしてるし急な坂とかあるんですけど、この状態で特性があるから機能障害があって、その人が障害かっていうと全然そんなことはない。ちょっと変わってるねって言っても問題が起きてなければ障害ではない。これのすごくあれな、はっきり、して、顕著な例が大学の先生だと思います。大学の先生方極めて独特さを持ってらっしゃって極めて優秀だと思います。なので発達障害の学生さん見て自分と似てるから分かるんだよねって言ってうまくいくっていうことも結構ある。それはもうよしあしだと思います。ただこれ登っていく最中にやっぱりこう一般的なが人を、感覚として置いたいろんな条件が並んでくるわけですけど、先ほどで言いましたが試験なんで手書きなのとかっていうのを考えたことってあります？なんかいつの間にかペーパーテストが当たり前になってますけれども、誰が決めたのみたいなところがあって、それは一般的にそれがやりやすかったからなんだろうと思うんですが、手書きが苦手な子がそこをこう要求されるとそれってすごい大きな壁ですよね。でこれがあって困っちゃったっていう、ここで初めて障害だというふうに考えて、なんで障害学生支援室に来る子たちは特性を持った子たちだけじゃない。特性が持ってても来ない子はたくさんいます。把握できてない子はたくさんいると思います。それによって、欠席がかさむようになった、友達とうまくいかなくなった、グループワークができなくなった、こういう形になった子が障害学生支援室に来るっていうような形に大学はなる。でちょっと違う形でご説明します。先ほどの、モデルがあったと思うんですが、定型発達の方と発達遺骨の方がいたときに山の形は生涯を通して変わらない、でもカバーするものはあるだろう、水入れておけばそんな凸凹目立たなくなるよねって考えたときに、支援とか自分のスキルとか十分に足りている状態だと多少凸凹があってもそんなに目立たない状態、ただしこの辺が少なくなってくるととってもその際立ってくるというのが特徴による困難さが際立ってくる、これが発達障害、ここで診断されることが多いと思うんですけど、
つまり、発達障害っていうのは発達障害特性の強い人の適応障害だというふうに考えた方がいいかなっていうふうに今考えています。最近の流行りでは、レイトオンセットって言って大人になって突然発達障害と診断される人がいるっていうことが言われてきましたが、突然そこで現れるわけだったりなったりするわけじゃなくって、この水の分量がガーッと落ちたがためにその時点で特性が目立つようになってしまったっていうふうに理解する方が自然なのかなというふうに考えています。で、だから、何度も言うようですが、発達障害特性があることは必ずの発達障害、大学という環境の特徴の中に発達障害の特性のある学生が入ったときに、この2つのマッチングの問題です。マッチすればすごく適応してユニークな学生です。発想も結構人が考えないような発想をしたりとか、すごく地道な努力を重ねられるような人とかたくさんいると思います。この状態だとちょっと変わってるねというような、そういうものは出てくるかもしれないですけど、とても皆さん認めて一緒にやっていけるっていうふうに周りの方も考えている。ただしここがミスマッチになると当然出てきます。これが発達障害かなという、大学における発達障害というのはこういうふうに理解しましょうというふうに考えています。さて、そこでじゃあ高校まではうまくいってたのに大学になってうまくいかなくなったっていう人も結構いるんですね。高校までは優等生だったんです。でも大学になったら単位ボロボロ落としてるんです。確かにたくさんいます。何がそうさせているんでしょう。つまりこのミスマッチが起きているということだと思うんですけれども、大学っていうのは求めてくるのは自己決定とか能動的な学習、アクティブラーニングっていう言葉でいいのかどうかわからないですけど、ここは結構重視されます。今までのように問題集の何ページから何ページを、いつまでも解いてこいとかそういう話ではないです。何について、自分のテーマも自分で決めなさいとか、何が どこで情報を取るかというのも自分で探してきなさい、聞きに行ってもいいけれども探してきなさいとか、そういうことが増えてきます。つまり論理的思考、推論、コミュニケーション、プランニング、実行能力、自己コントロール、こういうことがかなり要求されてきます。だからこれは授業の内容によるんですけれども、高校の延長上で数学解いてるっていうようなやつだと、授業ですと結構その間は優秀な成績で通過している。ところが同じ名称なんですけれども、ランクが上がって大学バージョンに変わった途端何していいか分かんないっていうふうになっている学生さんはいます。つまり自由度が高くて構造化が低いので、とても自分で考えなきゃいけないことが多くなってます。プラス対人関係も複雑になってきます。年齢的にも恋愛とかが入ってきますので、恋愛問題でストーキングがどうのこうのっていう話もいくつか私も聞くことはありますけれども、うまく距離感が取れない学生さんにとってはその辺は結構大きな問題になってくる。それからサークルでの後輩と先輩と後輩の関係なんかも高校なんかと比べて断じて難しくなってくる。もしかすると外部の人との接触をしなきゃいけないことが出てくるとか、対人関係非常に複雑になってきます。研究室とかに配属されると、その研究室の中の人間関係のこうよく考えないと、誰にいつ何を聞けばいいのかが、ここしくじるとソース感っていうことがあるので、結構高度なことを求められているなっていうふうには考えています。で、これがすごく求められているってことでギャップかなっていうふうに考えて、ここで止まってる、立ち止まっちゃうっていうような方は、学生さんは結構多いかなと思っています。で、プラス一人暮らしとなるともっと大変。新州大学、7、8割は一人暮らしなんですけれども、
基盤となる生活空間が不安定です。いわゆるご飯をいつ食べるか、掃除をいつするか、お風呂にいつ入るか、そういうことなんですけど、朝起きられるか、こう一番多いのが朝起きられないので1時間目の授業遅刻しちゃいますっていうのは結構多いんです。これからの季節もだこっちもこう毎回毎回出てるかな出てるかなって出席情報を見ながらよく見てるんですけれども、朝寒くなると起きたけど布団から出たくない、一時やばいよ3分の1も欠席来てるよみたいな話を本人とすることはあるんですけど、やはり起きられなくって1時間目の授業が取れなくって単位を落としてしまうという学生さんはいます。この間はでもこれは参っちゃったんですけど、そういう特徴があります。入学これからします、朝起こしてくださいって言われたことがあってという感じになって、すいません大学のサービスそこまではいたしませんって言ってお答えしたんですけど、その時に目覚ましのご相談 と、JR ではベッドがこう起こしてくれるあれらしいですよみたいな、そういうご相談には乗りましたが、すいません私が朝起こしに行くことはできませんというふうに申し上げた次第です。でも本当にそこを困ってらっしゃるっていう方は結構いるかなと思います。はい、でどういうことが起きてくるか、基盤となる生活が不安定で自己コントロールが弱いという人は今のことですね、朝起きられずに一コマ目の出席日数が足りない。一つの方策はここの授業を取らないということができるのは大学の良さなんですが、必修は必ず 1時間目に入る傾向がありますね。そこで結構苦労されている方はいるかと思います。だから自由度が高くて構造化が低いに、プランニングが弱くて実行能力が困難ってなると多分予測がつくと思うんですが、予定を詰め込みすぎちゃったりとか実行不能な計画立てちゃったりとか、こういうことをすることが問題になるケースもあります。で、対人関係が複雑でコミュニケーションが苦手、先ほど言った例の他に1年生からぶつかる問題としてグループワークですね、グループワークのでの立ち回り方がよくわからない、それからもう一つ人に話すことがちょっと苦手っていうことを分からない部分を聞きに行けないっていうこともあります。こういうところで、聞けないまま明日提出なんだけどできてないっていうようなことは起きてくる。それ、さらに最近結構増えてきたなっていう印象を持っているのが、曖昧な中から自分なりに論理を組み立てる課題っていうのは大学かなり多いんですね。まあ、それこそ卒論とか書くとなると自分あるところから自分でテーマを決めて材料も自分で集めて、まあ、もちろん相談はしていきますけれども、仮説を立ててどういうことで実証すればいいか考えて実際に行ってそれを取りまとめてで最後はちゃんと論文にして書くっていうところまでなった時に、読み書きの困難があったり論理的思考が難しいっていうことがあったりとか、プラスやっぱり体験不足っていうことがあるとレポートが書けないっていう事態に追いやられることはあります。で、ここまで何人かに聞いたことあるんですけど、レポートが書けないっていう子はもう本当に結構溢れてるんです。なんかいつもなんか一緒にこのレポートどうしようとかっていう話をしながら考えてるんですけど、その子たちに今まで作文ってどうやって書いてきたのっていうのを聞きました。数名に聞きましたが、人生で1回しか書いてませんとか適当にっていうかネット上からコピペしてそのまま出しましたとか、なんかそういうふうなことを言ってる人が結構多くて、自分で取り組んだ経験が少ないっていうことがあります。だからもう自分は書けないんだと思い込んじゃってる子もいるんですね、中には。だから書き方だから、レポートの指導っていうのは大学の配慮にあるんですけど、作文指導っていうのが最近増えたなとか思って見てますけれども、本当に、起承転結から全部、情報の集め方から全部ご説明していくと時間はかかるんですけど、徐々に徐々に、できるようになってくる。なんか
あ、やっぱりもうちょっと小さい頃から積み上げてくれる、もしかしたらできたんじゃないかなと思う学生さんに出会うこともあります。体験ってやっぱり大事だなと。でこの体験不足にやっぱりこれは私も気持ち分かります。親も子供を持つ親なので気持ちは分かるんですけど、失敗してへこたれて自己肯定感を下げるのを避けたい、それはすごく思います。私自身もそういう感じは思います。ただ失敗しないと覚えないこともある、ここのさじ加減はすごく必要なのかなというふうに思います。私事でなんですが、うちの娘はすごくこう人の言ったことを理解するのにちょっと時間がかかる子でした。友達同士が集まってワイワイ騒いでいるのに、笑っているのになかなかそこでは笑えないって、次の話題になった時に笑い始めて、えってみんなに見られるような、そういうところがあったんです。でも本読ませるとスラスラ音読はできるし、国語の勉強もできない方ではなかったので、なんでそうなのっていうふうに言われてたんですけど、入ってきたものを意味として変換するところがちょっと時間がかかることだったんですね。で、それをこちらでトランスレートしてサポートしていけば彼女は傷つかずに済んだのかもしれないですけど、いやそれじゃってたらいつまでも私この子より先に死ぬしなとか思ってちょっと苦労してもらおうかなと思って、困ったらじゃあその相談には乗るよみたいな感じにしてました。高校の時に、文化祭ってありますよね、1年生の時にお化け屋敷というやつを定番ですね作る予定だったみたいなんですけど、その実行委員になったみたいな、数人集まって、議論をしたみたいな。でたまたま行った学校が進学校だったので、むっちゃくちゃ皆さんスピードが速いで、自分一人乗り遅れているっていうことで相談を受けたことがあって、みんなが行ってるスピードについていけないっていうふうに言ってきて、じゃあそのスピードについて話すことがだけがそのなんていうのかな、実行委員のやることなのかなっていう話をしました。あなたにできることは何かないのっていうふうな話をした中で、彼女はいろいろ調べるのは好きだし、それもまとめることも好きだ、じゃあお化け屋敷のリストをいっぱい作ってさ、どういうのをやるか考えてみたらみたいな話をして、一生懸命それを作って、も次に持っていたそうです。でそのなかなか議論に参加できなくてごめんねって言って、それを見せた時に周りの人があすごいとか言ってくれて、自分たちはその場で考えるだけなんでついついこういうの忘れがちなんだけど、それをやってくれるとすごく助かるっていうふうに言われたことで、彼女は自分の居場所というかな、関わりの仕方、グループワークでの自分の関わりのやり方を覚えていった。結構ベソ書いたんですけどね、分かんないとか言って私の前で泣いてたりしてるんですけれども、ちょっと困らせてみるっていうことは大事なのかなと思って、関わってきました。はい、それが大学とのマッチングの問題なんですが、もう一つ難しくしているのがやっぱり他の障害との併存というのがありますね。やっぱり小さい頃からさっき失敗経験重ねて自己肯定が低くなってっていうお話ししたと思うんですけれども、そうやってちょっとこう精神的に参っちゃっている学生さんも混じってきます。当然混じってきます。そういう学生さん、まず保健管理センターのようなところにうつとかそういう形での相談をしに行きます。で少しカウンセリングとかやったりとか病院にかかってお薬を飲んだりして落ち着いてきます。そうすると背景にあった発達的な特徴とかが見えてくる。そういう形、パッと目わからない、もしかしたら単にこう落ち込んでるだけなのかなみたいな感じの学生さんもいますが、そういう形で、大学に入学されてくる、つまりすごく見えにくいし分かりづらいっていうところがあります。なので多分障害のところだけポーンと置いていただけではなかなか支援に結びつかないんじゃないかな、そういうふうな印象は持っています。じゃあどういう支援しているのか、まず最初に、私たちが大学として発達障害学生にどういう支援をしているのかお話しした後に、
その次にじゃあ大学入ってくる前にどうすればいいのか、なんか準備しておいた方がいいなっていうことがないのかっていう話を、していきたいと思います。入学後の適応差から、適応できている学生と適応できていない学生、大きな問題にならない、こういう特徴があります。あんまり問題になってない学生さんは入学決定後にすぐ支援を求めている学生さん、それから入学前に心理検査なんかを行って自分の癖、もう特性とか癖とか言っちゃってるんですけど、それを知っている学生さん、それから、状況によっては、大学入る前ちょっとこう、ワンステップ置いて、1年ぐらいちょっと支援機関の方に行ってから入られる方もいますが、その中で自分なりの対策をもう練ってきた、こういう学生さんたちは全然就学上問題になっているってことはありません。来てはいますよ、雑談しに来てますこんなことあったら話し相手になってみたいな感じで来てくれる学生さん結構いますが、就学上なんか困ったことないの、ここは実はそういうことを聞く場所なんだけどとか言うんだけど、ないなみたいな感じで帰っていく学生さんいます。そういう方は全かなり、特性がはっきりしている子だなという子でも、十分やっていけてます。逆に私も残念ながら、退学として見送った学生さんもいますし、今休学していただいている学生さんもいます。留年の学生さんちょくちょくいます。こういう学生さんはまず支援につながる時期が遅い、早くて、前期の中間テストの後ですね、中間テストができなかったと言って泣いてやってくるっていうようなケースは今かってこっちでももうちょっと前に来てくれればなっていうようなところを思うことがあります。この時期最初から組み立てができないことでなかなか先生方にご理解していただけなくてすれ違うこともあったりとかしますし、この辺が時期が遅かったり、あとは当然そう自分の癖に気づいてなかったりするので、自分の検査とかを受けてなくてよくわからない、いやじゃあちょっと癖知ってみるみたいな形で心理検査とかに導くこともあるんですが、昨今の大学生意外と忙しいんです。私自分の頃暇だったなとかついつい思うんですけど、かなり忙しくって心理検査をする時間が取れないんです。なので夏休みまで延ばすっていうことになると前期の期間結構苦労されている方はいるかなと思います。でそうなってくると自分からこういうところで配慮してほしいっていうことがなかなか言い切れないので、できないできないできないということは訴えるんですけれども、じゃあ何すればいいかなというところまでなかなか話が発展しない。こうなってくるとやっぱりちょっとこう1年ぐらい留年しちゃったりということはあります。ただその子がずっとそうかといったらそうでもなくって、 1,2 年の頃結構みんなで職員の人とか教員の人とかも話して、あ大丈夫かね、卒業できるかねって、結構8年できるかねみたいな感じで話をすることあるんですけれども、最初の頃こうドタ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 してた砂利道みたいなとこ歩いてたみたいなんですけど、どこから一気になんかエスカレーターに乗ってザーッと上がる子もいて、本当にアルバイトも結構バリバリやって、皆さんの前で発表することもできてっていう学生さんもいます。とにかく大学でどういうふうに何をお願いして自分は何をすればいいのかっていうのが分かってくれば乗っかってくる、そういうふうな感じかなっていうふうに思っています。これはさっき の水モデルで考えたちょっと表してみたんですけど、よくあるのが暗記とか単純計算とかそういうのが得意な方ってセンター試験抜群の成績で入ってくるんですね。すごく優秀だなと思ってすごく感心することがあるんです。だから高校までは何の問題もないできます。で当然高校の間は保護者の方の支援もあって、教職員の方々もちゃんと支援してこられるので、本当に優秀な方っていうふうな形で取ってくるんですが、入学直後大学の状況に求めるものが変わるので切り替わります。
で自分が苦手な能力を求められると同時に保護者の方と離れる遠くになっちゃうっていうことで少しこう間が空いてしまう。そうするといわゆる水がずっと下がってくる状態になりますね。で、特に入学前までに本当に出来がいいと別に自分の癖なんてっていうところに頭いかないですのでそれすらはっきりさせてない。だからそのことを伝えもすることもできないとなると教職員も何支援していいかわからないということになるので、トラブル直後の頃前期の頃バタバタっていうのはこういうのが多いかなと思います。ただその後は座学である以上座学っていうのは分かるこうやって座って眠いなと思いながら今も書いてる聞いてくださってる人いるかと思いますけれどもその中で、コツがつかめてくると結構やれるようになる。しかも友達も周りにできてきたりとかします。でサークルで別な人それから大学の中では支援室みたいなところ出入りしているとお互いに顔見知りになって話するというようなこともできていますがそういう意味で周りの支援が上がってくるとまた調子がいい感じで大学楽しいですっていうふうにやれることがあります。でこのまま卒業できるのが多分実習がないような学部ですね。でこのあと実習が開始する学部のここが落ちることが多くてまずほうれん草とかコミュニケーション能力とかいう社会で求められるような力をすごく求められてきます。でプラス保護者のもう支援は届かないところに行ってしまいますし教職員からも手が離れてきます。で外部担当者の方の理解が十分であれば多少水は入ってきますけれども放り出される感じになってしまって放置していくと非常にしんどい。で実習ちょっと途中でやめて帰ってきますっていう子もいるそうです。そこのところの調整とかいうのは、少し課題かなと思いますがそれがもっともっと大変になるのは就職かなと思います。うちでも、4年生の途中から外部の支援機関の方にも入っていただいて就職活動をしている子がいますが障害者枠での就職活動なんですが、なかなかやっぱり決められないかなというのが現実です。すごく優秀です。アルバイトで、仕事の体験やってないというからアルバイトやるって言ってアルバイトしてもらって様子を見てるんですけれどもコミュニケーションが極端に苦手なだけでの他の能力はかなり高いところはありますし指示さえしっかり指導教官の先生なんかにも聞いてみると指示さえしっかりしていればこの子は何でもやりますって言ってくださってます。ただそのことを企業側にお伝えしてもなかなかまだ通用しないのが現実かなと思います。今後の課題なんだなと思ってますけれども障害者の枠の雇用というのはしなきゃいけないと企業側は思ってます。でパーセンテージも増えてます。それは確かです。ただし身体障害とか知的障害今までやったところは増やせるとノウハウも蓄積してくるからそこは大丈夫だと思うけど精神とか発達の方にどう対応してどういうお仕事を回せばいいのかっていうノウハウがまだないっていうことで企業側の方が、尻込みされるっていうことはちょくちょくあるかな。そこをどう切り開いていくかなっていうのはもう本当今の私たちの課題でもあります。本当にこの人と一回働いてくれればいいのになって思うことが本当にあるんですけどなかなかそれができないのがすごく早いですねということが前提にあって私たちの、支援の目標っていうのはある程度の自立ができる、これが最終目標と考えています。で、自立って何なのって言った時に一人で何でもやることではないです。一人で全部できるわけじゃないじゃないですか。私たちだってそれは同じなので自分のできることできないことを知ってできない部分は支援を求めることができる、これが、私たちが考えている大学生が卒業時の自立の姿、ここ
ここまで持っていければ一番いいだろうなというふうに考えています。なかなか難しいですけどね、なかなかここでもここをいつも頭に置いて支援をしています。で支援の方向は、まあ、今までずっと言っていることと同じですけど、その水を増やして本人のもともとあった力を出してもらう、これが支援の方向ですけど、これには水を増やす方法は2つあって、本人ができることと周囲がやること、この2つが合わさないと本当の支援にはならないと思います。本人ができることっていうのは自分で多少スキルっていうのを獲得していく、獲得のサポートはしますよ、もちろんこちらで。でも実際に獲得するのは本人なので、何でも周りがしてもらえるなっていうふうなところに落ち着いてしまうと不幸になっちゃう。なので、そこはできるところは自分でやっていただく。あの別室受験っていうことも、別室受験っていうのは普通の、期末とか中間での別室っていうのもやってはいるんですけれども、最初はそういうことをやっていても、あの少しずつなんかやれるような気がする、もう配慮はいりませんって言ってくださる学生さんも何人か、もうそれを本当にハッピーで、それを頼りにあの支援の仕事をしているような感じです。結構これもダメ、あれもダメ、うまくいかなかったということ多いんですけれども、一つ二つでもそういうふうな、あの自分でやれるようになりましたっていうような声を聞くことが本当に私たちの支えになっているかなと思っています。それともう一つが合理的配慮ですね。周りが行うべき、まあ、あの大学入る時点でも上の段ができている人は特に配慮もいらないぐらいになってくるんですけれども、そうじゃなくって、つけていかなきゃいけないこともありますし、合理的配慮をしていかなきゃいけないものもあります。でこれ信頼ので私がちょっと考えているモデルなんですけども、学生さんへの支援というのはピラミッドになっていて、あの今の時代学生支援、あの大学の教員の方々にも本当に大変だなと思うんですけど、教育もやり支援、研究もやりプラス支援もやれっていうふうに言われて、先生方結構ヒーヒー言ってるっていうのが現状なんですけれども、見守りっていう一番下のレベルですね、ここがやっぱり一番多いです。それから、先生が自分で抱えてくださってるっていう方ところも結構あります。でそこではちょっと難しいので、学科レベルで、共有しながらやりましょうっていうレベルも結構ある。でただ学科レベルの中で意見が食い違うものもあります。当然いいんじゃないですかとか、まずいじゃないですかって、この間話題になったのは、授業の録音録画をしていいのか、よくないのかっていう話が話題になってきて、ですね、聞くことがちょっと苦手な学生さんで、聞きながら書くっていうことが苦手な学生さんって結構多数いるんですけども、その方々にまずその方々がこういうのをやらせてくださいって来るのが録音録画なんですね。で、まあ技術的には比較的楽なんです。でいいじゃんって思うじゃないですか。大学って難しいんですよ、特許が入ってきたりとか個人情報が並んでたりとか、そういうものがあるとちょっと録音勘弁ねみたいなところがかなりあるんです。でそこをどうやってやるのかっていうので、いいじゃないっていう先生もいればあのそれもあの責任上でやってくれればいいじゃないっていう、いやちゃんと同意書取ろうよっていう先生もいて、そういうのどうするのかってなった時に、合理的配慮の上の方の大学の判断っていうふうに上がってきます。でどうしようかっていう話をしたりとか、最後にはあの文書がやっぱり必要だねっていう話になった場合には、あの文書として発行していくっていう形になるんですが、つまり教職員の方々にほぼ9割は支えられているってことです。で配慮を出したとしても、その配慮もあの支援を行う人は誰かって言ったら先生であったり職員の方である、そこに支えられているってことなんですが、じゃあ私何やってるのって話になりますよね。あの直接の支援もしますが、その辺何が、大学との合理的配慮として、適当かっていうところの取りまとめをしているのが障害学生支援室です。で私が決めるわけではありません。
ちょっとあまり出してはいませんけれども、私は情報をかき集めたりとか、いろんなところ本人からの聞き取りをした後に、その障害の、をご専門にさしていらっしゃる先生が専門員としてついていますので、例えば発達障害とか精神障害、内部障害、それぞれのご専門の先生に、お願いをして、こういう症状で来てこういう配慮を求めているんですけれどもどうでしょうかっていう話を一回聞きます。で、それと同時に学科とか学部の方にこういう配慮っていうのは学科学部では可能ですかっていうことを聞きます。で、そこを全部取りまとめてこの配慮が適切だと思いますっていうことを、大学の上層部に出してそこで決定をしてっていう段取りを取って決まるのが合理的配慮の文書っていう形になります。まあ、どこまでを合理的配慮というのか難しいですけれども、ですので、いただいてから出すのにやっぱり1週間ぐらいはかかっちゃう。でも速攻必要だったらどうするのっていう話がその1段階下の村、グレーのところで文書発行を念頭に置いた、教育的配慮みたいな感じでの配慮をして、とりあえず、合理的配慮で理解していただくような形に持っていくっていうようなことをとっています。なので、大学が大学の責任として合理的配慮の文書を発行したからには教職員の方々には依頼状が届きますので基本的にはやっていただく。で、どうしてもできないということであればそれは私の方に連絡が入りますのでそこで調整をし直すというような形を取らせていただいています。なので一番上まで持って上がってことが必要な学生の数っていうのは実は1年間で十数名程度です。黒いところですね。で、グレーのところがだいたい50名ぐらいですかね、全体でそのぐらいかなと思います。で、ご相談とかはいろいろあるので下の、先生方のご相談には乗るようにしてますが、本当にわずかなところで本当は苦労している学生さんまだ他にもいるかもな、苦労して支援している先生いるのかなと思いながら日々活動をしているんですが、皆さん障害学生支援室っていうのが大学にできたのは多分ご存知だと思うんですけど、全国的にどのぐらいのスタッフで対応しているかご存知ですか？10人ぐらいはいるだろう。5人ぐらいはいる。はい、ありがとう。3人ぐらい。ありがとうございます。1人。はい、ありがとうございます。信頼専任は私1人です。っていうか、ほぼ、多くの大学がそういう状態です。先陣を切って東大とか京大とか 一部の大学とかあと私立の大学も昔から支援をしてくださっているところは、10名いたりとかかなり、多くのスタッフでやってくださっているんですが、8割9割の大学はもう人手不足の中でやらざるを得ない状態だから1人では突然できないので、本当に大学の他の相談部署の方に手伝っていただいて、信州大学のすごくいいところっていうのはカウンセラーさんたちが常勤で各キャンパスにいるっていうのはめったにないことなんですね。そういうカウンセラーさんやお医者様、それから、ありがたいことにここに付属病院がありますのでいざとなったらこっちに泣きつきに来ることができるとか、そういうことですごく助けられています。今年も何度か医局の方に電話をさせていただいて主治医の先生にすいませんとかいう話をしたことがあるんですが、そういうことがそういうサポートがあってやっとできている支援だということはちょっとご理解いただければなと思います。本当はいろいろやりたいこととかこれやってればいいだろうなと思うこと山ほどあるんですが、何せ人手不足なものでやれることが限られている。やっぱりそこでも優先順位を決めてやれることからやっていく。まず目の前にいる学生さんが
自分でやれたという感覚を持って卒業してもらうというのを目標において自立して自分でやっていけるというそこをまず第一に考えていくというような形になります。で毎回言ってるんですよ、人員増やしてくださいって。でもなかなか増えないのが大学ですね。あの支援のところだけではなくて他の部分、あの一般の大 学生さんの支援、あの学習とかそういうところにもあのいろいろとやることが増えてきていますので、あの大変かなと思います。はい、すみません、ちょっと横道ずれちゃいましたけれども、じゃ あの合理的配慮って何かということをもう一回おさらいしたいと思います。合理的配慮っていうのを誤解している人も結構いるので、あの、何でもサポートしてもらって、授業の単位取らせてくれることでしょうとか、先生の中にも、ちょっとおまけすればいいのみたいな感じの先生が結構いらっしゃいました。あのそういうことは全くありません。評価は全く他 あの学生さんと一緒にしていただいています。あの先生それは違います、それは合理的配慮ではなくてズルですって言って話をするんですけど、それはあの受けている学生さんにも失礼ですよねっていう話をするんです。その人はそういう力があるからこそ入ってきているんだから、その力をあの正当に評価してくださいっていうお話をしています。で合理的配慮っていうのはその機能障害って書いてありますけど、いわゆる特性があった上に社会的障壁があって継続的にいろんな制限を受けているという状態なんですけれども、今言ったのが道のりは山の高さを変えるわけではないということは覚えていただきたいと思います。合理的配慮はここを落として、山の高さを低くすることによって大事なのは他の学生と同じスタートラインに立たせる。つまりちょっとこう自分の特徴でハンディがあるんだったらハンディ分は補いましょうと。ただそこから先はあなた次第ですよ、そこで怠けてたらやっぱり単位は取れないよねっていうようなそういう話をすることは結構あります。なんか取れませんでしたって言った時にあの話をした中で、ちょっとあの授業中寝てて聞いてませんでしたという話を言ったら、いやそれはさ排除じゃないよって言って、あなたが聞かなかったからだよねっていうことは突きつけることはあります。まあ、その寝てしまう理由が何なのかそこは一緒に聞きますけれども、そこが何か障害というか特性が、影響しているんだったらそこを補うことはお手伝いします。ただ寝ちゃったらそれは分かりません。もうそこはもうあのやりません。それはノートテイクでも同じで、今ノートテイクを受けている聴覚障害の学生さんいますが、トイレに行っている間、寝ている間はテイク止めてもらってます。その間の情報は渡さなくていいですっていうふうに言ってます。それと同じことです。まあ、多様性の尊重であるんですけれども、そうなるとじゃあ何が合理的かっていうのがすごく問題になってきます。だから先ほど言ったように一人で決めるわけではなく、いろんな人のご意見を聞きながら決めていくんですが、やっぱ他の学生との公平性っていうのは必ず出てきます。そのために合理的配慮の根拠が必要になってきます。一つは診断書でいただくことはあります、もちろん。ただ診断書をいただいても病名だけでは私たち何を支援していいか分かりませんっていうのは、先ほど最初の方に申し上げましたが、発達障害10人いたら同じ診断名と持ってても全然バラバラだよっていう話をしたと思います。支援のポイントが全然違うので、診断書だけではどうにもならない。なので、アセスメントをすることになります。ここはあのできるところが限られているんですけれども、あのいわゆる本人がどう思っているのかっていう確認と同時に、あの認知検査とか行動の特性の検査とかそういうことをこういろいろと検査してみて、聞き取りができないというけど本当にできないのかどうか、書けないというけどどのぐらいのスピードなのかどうか、そういうこともお話ししながら、その本人がこうやってほしいっていう、配慮があの合理的かどうかっていう評価をしていきます。これ意外と時間がかかるので、早めに来てくれるとありがたいなっていうのはそこにありますね。
まあ、この辺はやっぱり、ね、あまり長いので単色評価をするためにいろいろ私たちも研究を重ねているという状況にはなるんですが、これは私たちとしては配慮とか支援の根拠資料としていただくんですが、と同時に本人が自分のことを理解するためのとっても大事な資料になります。ご本人に診断取るために行けっていうのはとてもおかしな話で、そうじゃない、あなたどういうところか自分知りたくないのみたいな話をしたときに知りたいですっていう人がほとんどです。じゃあちょっと心理検査とかやってみるみたいな話に結びついて、自分のことをこうかと思います、自分は本当はこうかと思います、こういう特徴はあるかと思ったけどそこはそんなでもなかったんですねっていう人もいます。じゃあそうするとじゃあそれじゃなかったらなんでそうなってるんだろうっていう話に結びついてくるわけなので、非常にこの辺は大事かなと思います。ただすごく気をつけているのはできないよねできないよねって言われたら誰でも嫌じゃないですか。それこそ自己肯定感傷つけられている方が多いのでそういうことは言わないです。やっぱりどっちに注目するかって、強みに注目して語ることは多いです。で、弱みについてお話しするときには弱みをそのまま突きつけるんではなくってここに対してどう対応しようかっていうところまでセットにしてお話しするようにはしています。そこが合理的配慮のポイントになってくるところかなと思っています。これ試行錯誤しているのでいろんな検査はあるんですけれど、まだ分かんないねこれは分かんないねって言いながら毎日々開発もしながらやっているところなので、大学ごとにここの内容は変わると思います。十分にやってくれるところもあればちょっといろいろと、そこまでやらなくって配慮はこうしましょうっていうふうに決めている大学さんもいますし、いろんなところありますけれども、診断の方ではできるだけ本人が自分のことを分かって自分の弱みのところを配慮として、こういう配慮が欲しいって言えるように持っていくっていうのを、気をつけているかなと思います。で、具体的にじゃあどんな配慮してるのっていう話ですね。ここ主には授業支援と授業以外の支援と2つに分かれるんですが、すごく多いのが課題提出期限延長というやつです。レポートの期限の延長ですね。なぜ起きてくるかっていうのはいろいろあるんです。書くのが遅いっていうのもあるんですけれども、2つ同時に一緒にできないで、レポートの期限って結構試験の最中だったりすることがあって、試験勉強をやってる最中にレポート書いてたらもう無理ですっていうような話になったときに、同時に2つのことがやることがやはり難しいっていうことがはっきりしている学生さんとかには、じゃあレポートの期限可能な限りで延長してもらいましょうかっていうことをお話しします。ただこれに関してはやっぱり最初は期限延長程度で出してたんですけれども、先生方からこんなのずっといつでもいいみたいな感じで、成績出すまでいつでもいいみたいな感じで言うのみたいな不満が出ました。確かにそうですねみたいな話になりました。他の子たちだってさみたいな、延長してほしいと思うんだよねみたいな話、やっぱ無制限っていうのはおかしいよねみたいな話になって、今どうしてるかっていうと、期限までに出さなくてもいいけどその時に次延長していつまでっていう期限は先生との間で設けてやってくださいっていうふうに言ってあります。大盤振る舞いの先生は本当に期限ギリギリまで出してくれますね。先生いいんですかみたいな感じなんですけど、いや他の子も同じような子いるからみたいな感じで言って、ちょっと怠けてて書き忘れてっていう子も受けてくださってる先生もいますので、同じ枠組みだからいいよみたいな感じで言ってくださる人もいます。使用教室の配慮っていうのは、そうですね、発達聴覚過敏とかがある学生さんの場合にやっぱ騒音とか周りの音、英語の時間なんか隣の教室全部同じような同じようなとか違う DVD とか流しているケースがあって、向こうの教室の音がうるさくて聞こえませんみたいなことがあった場合には空いているちょっと離れた教室に移動変更するっていうようなことをしたりとかすることもあります。
か事業の録音板書の撮影の許可とかいうのは、まあ先ほど言ったようなことですけれども、自閉 の、 特徴でなんか人前で話せないっていう方もいますね。選択性関目みたいな感じでお話ができない、人前でなんてとても話せないっていう方の場合に、最初はカウンセラーさんの前でも話せないっていうので有名な学生さんがいましたけど、最初は、文字音声変換、いわゆる入力しとけばパソコンとかが話してくれるのを横に置いといて自分の代わりにこう押していくっていう作業をしてました。でもその彼は少しずつ、まあ、カウンセラーさんとの間とか先生のご理解もあって安心してこう来たんだと思うんですけど、文字音声変換だとそこで言われた質問への回答がすぐに書けないとか、すごく不便だということに気がついて、喋りますっていうふうに言うようになって、今彼はですね話しました。で最初はマイクが必要だったんですよね。で、ま、いいマイクを買って、いいスピーカーかなを買って、これでやりましょう、ちっちゃな声でもいいよみたいな話をしてたんですけど、最後はマイクいりませんっていう形で、すごくこう成長した学生さんとして私たちもこういう形になればいいなとは思ってます。で彼は話せるようになってたんですけど、自閉的な特徴はまだいっぱい残っているので、先生の意図が分からおっしゃっている意図が分からないとかトラブルは結構あるんですが、できることはかなり増えてきて、その最初のステップのお手伝いが合理的入るかなっていうような、そんな気がしています。で別室受験もあります。別室受験最近増えてきましたっていうのは、センター試験が別室受験の数増やしてきているので、それをやってもらったので今大学でもお願いしますって言われるんですが、これ簡単なのですっごく難しくって、大学側としてもすごく今苦労してます。人員をそんなに配置できないんですね。別室っていうことはそこで誰かを見てなきゃいけないんですけども、最初は本当に人手がなかったので監視カメラを使ってやるっていうようなこともやったことあります。アルソックかなんかが持っている監視カメラをこちらでも買って部屋別室の上に置いて、先生が実際の皆さんやっている試験会場のパソコンで見てるっていうようなことで対応したこともあります。ただ本当にこれは毎回毎回頭痛い問題で、今年も1人2人いるかと、発達の子たちだけではないので、これに関して言えば別室受験というのは結構負担はあるかなと思うんですけれども、どうやってサポートしていくのかなというのはこちらの課題でもあります。で、割と手軽にできて、この配慮があったことで周りの人たちも喜んでいるのが、これ指示の資格か、この課題をいつまでにどこに出すっていうのが口頭でしか言わないケースっていうのが結構昔ありました。特に英語の先生が英語で言うとなると、実は聞き取りができてないのはその対象になっている学生だけじゃなくて、そこに参加している他の学生も聞き取れてないケースが結構あったんですけど、その方の配慮をすることで、黒板に書いてくださるように、そしたら他の学生がみんな喋って帰ってくるようになったと言ってすごく喜ばれたようなケースがありましたが、先生に伺った限りでは全然楽なことですので、書くことに問題ありませんよっていうふうにおっしゃってくださってますので、これはすごくありがたいです。信頼では結構ウェブ上に課題とか載ることがあるんで、そちらを利用していただくということで対応したりしてますが、発達系のついうっかり忘れちゃうという学生さんはそこに乗っかっていることで資料もなくならないし、いつだったかっていうのはそこに戻れば見れるということですごく重宝しているっていうふうに言うこともあります。で、意外と多いのが発達特性の周知っていうやつですね。知ってほしい、他に配慮はいらないんですけど、どういう人間かとかどういう特徴があるのか知ってほしいっていう方は最近徐々に増えてきているかなと思います。で、当然ですよね、
うまく先生がおっしゃっていることが理解できないのに、すぐ回答を求めてすぐ答えろ答えろって言われたら、それは辛くなるわけで、少し聞き取ってから理解して答えるのに時間がかかりますっていうようなことを書いておけば、先生方もあ、そうかと思って、少し時間の猶予をくださるっていうようなことがあります。ちょっと発達特性の濃い方なんかはこう、この間もちょっと1枚作りましたけれども、 A4 裏表になっちゃうような、こういうところを知ってほしい、こういうところを知ってほしい、こういうっていう風な感じで学生さんと向かい合いながら、一つ一つ書くこともあります。そこに保護者の方にも手伝っていただくということもありますし、状況によっては高校の先生に連絡をしたりとか、そういうこともあります。何か支援機関の方に関わられている方はその支援機関にお伺いをすることもありますし、それこそ主治医の先生にお伺いすることもありますが、できるだけ、知っていただくことで全然トラブルがなくなるんだったらそれが一番いいよねみたいな話になって使うことは多いかなと思います。で、それは割と文書と絡んでくるところなんですが、それ以外の方が実はとっても多いです。一つは生活支援と言われているところですが、時間管理の指導とかプランニングスキルの指導とか、こういうことをやってます。朝起こしには行きませんが、朝起きるためにどうすればいいかの相談には乗ります。うっかり忘れちゃうとか、そういう人には、スケジューラー使おうかみたいな話することもあります。大学院生ぐらいになると、実験の内容によっては夜中もずっといる子もいるんです。そうするとそもそも24時間の間隔があまりよくわからないのに、不定期の時間で流れてしまうと当然忘れちゃいますよね。多分私たちだって同じだと思います。そういうところに置かれてしまうと、じゃあどうやって約束守ろうかっていったときに、私とちょっと個別に話す機会があったので、どうしようかっていう話をしたときに、スケジュールは使います。で、まずじゃあ次回の、カウンセリングの時間はこれですよねって入れたやつを私にこう見せてくれます。うん、そうだね、分かりました。じゃあ1日前と15分前にアラーム入れます。1日前も入れるのっていう話をしたら、いや、どこが1日前か分かんないんですよみたいな話をしていたので、それを入れて、その学生さんは、約束を守らなかったことは一度もないです。いや、守れないときには1日前に入れてるので来られませんという連絡を入れてくれるようになりました。で、本当に終わるかなどうかなっていうような感じだったんですけども、その学生さんは、修士を取ってちゃんと修了されて、旅立っていかれましたというか、社会に向けて、足を踏み出したかなと思うんですけれども、そのアイデアは本人が出したものですね。だから教えてあげるっていうのはなんかやっぱおかしくって、一緒に考えるっていうのが一番いいのかなと思います。結構答えはやっぱりご本人の中に持ってたりする。こちらが例えば提案してもやっぱりできないものはできない。そういうことを少し、注意しながらやっているのかなと思います。で、就学支援は先ほど言ったことが中心になりますけれども、それの他にも論理的組み立てとか認知的柔軟性への対応、それからプランニング、時間管理、整理整頓、これは生活支援にもあるんですが、就学の方もたくさんあります。複数の予定が重なってきますので、そこをどう整理していくかっていうようなことをかなり具体的なところまで一緒に考えます。からもう一つは合理的配慮の窓口ですね。から別のものとして今度就職支援です。ここは多分一番ご心配なところで、発達障害の支援というのは本当に生まれた時から亡くなる時までだと私は思っています。ここの大学に赴任する前に、教育のところも見ましたけれども、児童家庭支援センターとか児童養護施設に入っている子たち
見てると本当にもう一生涯通してだなと思いますし、家庭支援センターなんか、発達障害の子どもを抱えたお母さんたちがどういうふうな苦労されているかという話もずっと聞いてきました。でご自身がそういう特徴を持ちながら、サポートしていくっていうのはすごく大変なんだっていうのをすごく教えていただいたかなと思いますが、それがずっとずっと続いていきます。なので一生涯のものなので、大学としてもこの就職支援っていうのはすごく大事なところだなっていうふうには考えています。ただ難しい、出先が難しいっていうのは確かです。本当にもう草の根で理解を求めていくしかないのかなと思いながら、一方で学生さんができることはやっぱりしていく必要がある。大学では通過できても社会の中、ビジネスの中ではやっぱり何が必要かっていうのは少し変わってきます。その辺については私今は外部の支援機関も結構ありますので、そちらに通っていただいたり、そこの支援を受けながら、それこそ、ネクタイは曲がらないように締めるということも やってくださってたみたいですし、大学の中ではできないビジネス社会で の様子っていうのを教えていただくっていうことは結構大きいので、そこも利用しながら、就職支援というのは行っていきます。学内で言えばキャリアのところとはもう常時やり取りしながら、ちょっと障害がありそうな子なんだけれどもって言って呼ばれることも結構あります。で信州大学に入学できる学生さんはやっぱりそれなりに知的レベルの高い方が多いですので、一般就労の枠でも意外といけちゃうケースっていうのは多いと思うんです。ただ続かないかもみたいなところがちょっと心配はしていて、まあ、可能であればやっぱりそういう自分の特性と、社会との接点みたいなやり方っていうことを少しキャリア教育の中で入れていけば困らないのかなっていうのを今少し考えている、そういう状況かなと思います。でもう一つ重要なのはやっぱりメンタル面の支援ですね。カウンセラーさんについてる、それからカウンセリングやってるとかコーチングやってるっていう子は、8割9割ですかね、こちらに来ている学生さんの中でやはり不安ですよね。当然不安だと思います。よくわけのわからないところへ行って、なんかわけのわからないことをやらせられて、うまくいかなくって、やれたつもりなのに全然評価が良くなかったっていうこともあるし、友達とトラブったりとかすることもあるわけです。で、ここに行けば安心っていう場所を作ってあげるっていうのは結構大事かなと思っていて、人手不足の折障害学生支援室がいつでもみんなでサロンとして使っていいよっていう方な感じで、出せていないので、今は個人的に安心して話しに行ける場所を作るっていうことで、ここのところは補っている状況かなっていうふうに思っています。わかりました。一番最初に変更になって1時間半つきましたので12時までということなので、少し、進めていきたいと思いますが、結局支援のポイントは情緒の安定と自己理解がスタートだというのが私たちの基本です。やはり不安が高い方が多いので、本人の力を出し切れていない、そこがよく分かっていないので、やり方間違っている、それをなくするところがスタートかなと思います。はい、それで、今ちょっとやっぱりちょっと取り組まないととても手が足りないねっていう話でグループやろうかみたいな話にはなっています。で、私自身障害を持っている人たちだけに特化するっていうのはちょっとこう合わない、別に障害っていうか特性はみんな持ってるよねみたいな話なので、もう一般学生の方を対象にした、ソーシャルスキルトレーニングとかワークショップ、みんなが自分のことを分かればそれが一番幸せじゃない。自分のことが分かって、そしたらもしかして相手もこういう特徴を持ってるんだったらそこでサポートできる。
これはだからピアサポートにもつながっていくのかなっていうふうに考えていますので、ちょっとできるだけグループでやってみたいというふうな考えを持っています。まあ、ちょっとまだ開発中で、まあ、乗っかってはないですけれども、静寝基盤 の自己探求版みたいなものがあったり、プランニングスキルアップのワークショップみたいなのを考えたり、対処法を獲得していく。ただ、ビジネスこう文書にあるような対処法じゃなくて、そこにやっぱり特徴癖っていうのをこう加えて、理解していくっていう形でのワークショップを作りたいなということで、動いています。もう何年前なんだ、5、6年前に大学 ADHD の特徴を持ってるに対するワークショップっていうのを開いたんですけれども、その時にはみんな診断ないんですけど、もうその前のこう事前の調査で明らかにここ ADHD だなっていう子がいたんですね。でその子も含めてグループワークをやったんですけど、最初はすごく自分はできない、みんなみたいにできないみたいな気持ちがすごく強かったんですけど、グループの中でやったのは、いやそれは同じやり方したって違うに決まって、うまくいかないに決まってんじゃんとかいうような話をしました。だからあなたにはあなたのやりようがあるよねっていうことで話をしたんですけど、グループを組んだ時にみんな例えば30分1時間勉強をしますっていうので話をしたんですが、その方は15分しか続かないんです。でそれに気づきましたっていうことで15分で切りますっていうような計画を立ててました。15分やったら5分はちょっとこう休憩する、水飲みに行く、そこでゲームはやらないようにって私は言ったんですけどそういうことで、自分の特徴をに気づいて、でもそれでやるようはあるんだっていうことを言ってくれました。で最初は自分なんてっていう言葉を言ってたんですけど、最後の方には私はっていう言い方をしてくれました。他と違って私はこうしたいっていう、そういうスタンスになってくれたのが一番 の効果だったのかなっていうふうに振り返って、最後になります。大学入学前にやっておきたいことと社会人になる前にやっておきたいことっていうのを少し、まとめてみたいと思います。大学入学前にやっておきたいこと、これも先に話しましたけれども、小さな失敗はやりましょうこれを言いたいです。すごく守るっていうことも大事なんだけれども、小さな失敗、リカバリーのできる失敗はすごく大きな成長になると思います。だから私相談に来てくれている学生さんにも、こうやればだったらできそうだなっていうアイデアあったとしても喋りません。で本人がやりたいって言ったことをまずやってみようって言ってやります。大学はまだリカバリー効きます。まあ、それこそ留年とか退学とか休学になりそうな重い話は別ですよ。日々の生活の中で授業を受けていく中で、ああこのやり方やってももしかして失敗するかもなっていうことを考えることもあるんですけど、本人がやってみるっていうんだったらまずやってみようよって言います。でやってみた上でうまくいかなかったら、なんでうまくいかなかった、じゃあ何を考える、それをやっていくっていうことはすごく重要だと思ってます。でまあよろよろ歩いているお子さんに手を差し伸べたくなるのは本当に私も自分で分かります。親だったら子供に苦労かけたくないなってすごく思うので、それは思うんですけど、我慢することも大事、親が支援者側とか親が我慢することも大事かなっていう、待つこと、それも大事かなと思います。で先へ先へ進め、例えば勉強でも先へ先へ進めていけば、確かに受験勉強とかすごくクリアしていくんですけど、でも今ここでやるのはそれなのみたいなものもあります、中に。だからやるべき時に必要なものを
提供するっていうのが大事になってくるので、その中には待つっていうことも大事かなというふうに考えています。それからもう一つは試行錯誤ですね。失敗して試行錯誤する、そして自分なりの方法で解決可能。でもこの解決が 100% じゃなくてもいいと思います。6割7割で構わない。でも今の自分よりはちょっとうまくいくかもみたいな方法として理解する。それが、とっても大事になるのかなと思います。すごくたまに悲しいことがあって、自分は発達障害だからできないんですって言い切る子がいるんですけど、本当にそうかなと思います。障害だからできないっていうわけじゃないんじゃないかな。だから最初から障害だって理解するよりは特性だというふうに理解してくれる方が本当の意味では成長あるんじゃないかなというふうに考えているところです。で、これは私の切な願いです。最低限の生活の自己管理は身につけてから大学に入ってください。これは本当に困るんですって言って、時々相談室の人が相談室ばっかりに行ってもダメなんじゃないのって怒られるのもあるんですけど、すいません相談がいっぱいで離れられないんですっていう話もしますが、もう大学で入って、まあある意味大学は門入っていただいたらある程度サポートすると思いますが、大学の門入るまではすいませんが、ご自身もしくはご家族でサポートしてください。朝を電話するのはお母さんにしてくださいって言ってお願いすることはあります。でお母さん起こしてみて苦労はすごく分かってるんです。起こしたんですけどまた寝てましたとか、30分おきに起こしたんですけど結局午前中ずっと寝てましたみたいな。それで改めて、なんていうのかな、自分がそばにいなきゃいけないと思われるご家族の中にはわざわざご自分 の, お子さんの隣にアパートを借りて住んでらっしゃる方もいる。それでもなおかつサポートして大学出したいというふうに思われる方ももちろん中にはいます。で本人も安心できるし、まあ、そういう本人とはお母さんにはいずれ帰ってもらおうねみたいな話をいつもしてるんですけれども、最初はやっぱり滑り出しのところは手伝っていただかないとなかなか難しいかなという学生さんも中にはいるかなと思います。でこれやらないと社会にいた時困るじゃないですか。大学入る前に少しずつやって、うまくいかなくてもだんだん定着して大学卒業する頃には朝起きて行けるようになってほしいなとは思います。でここでもうどうにもならなかったら朝起きてから行く職業は諦める。夜にやる職業もあるわけですし、自分で、それこそパソコンを使ってやり取り、遠隔でやり取りしながら自由を時間を決められる仕事もあります。その時はそれを考えましょうっていうような話になってくるかなと思います。ちょっと無茶なこと言ったかもしれません、ごめんなさい。これはただ、必ずしも社会のコンスタントのこう一般的っていう枠の中に押し込める必要はなくって、本人が自分の能力を発揮して社会に貢献できる何か、それでお金をもらえる、そういう仕事があればそれでもいいんじゃないかなっていうような気持ちはあります。とこれです。最後、選ぶとき、やっておきたいとき、大学の選択は慎重にしてください。先ほど言いましたけれども、一度登り始めた山は変わりません。なだらかなこと、長くてもいいからなだらかなのが好きな人はそういう大学を選んでほしいし、短くて急でいいからさっさと終わりたいというのはそういうところを選んでください。それはあると思います。これは別に発達障害と関係ないかもしれないですね。一般的なのかもしれません。不本意入学者で、大学に入ってもう前期の途中で別の大学受けたいですっていう学生さんも結構います。別に発達障害だけではないです。これはミスマッチは起こしています。で
ありがちな発達障害の学生さんで、あ、間違ったかな、選択間違ったかなっていうことを最後にご本人と話す中にあるのは、あの対人援助職が資格も取れていいです、安心ですって言って入ってこられるんですが、あの人と関わりたくないっていう方だったりすると、座学のうちはまだいいんですけれども、自習とてもできないですね。だからそれは本人がまた挫折感を味わってしまうわけで、やはりご本人の特徴に合った学部を選んでいくっていうのも大事ですし、今大学側は、言われたどういうことかって質問されたら可能な範囲で答える義務はあると思います。この間ちょっとあの保健学科のディプロマポリシーとか読み直したんですけど、あのという話をしたときに、あのこれって何でしょうみたいな感じ のこれって分かんないかも、読んだ人分かんないかもしれないですねみたいなやつを お話ししたことがあるんですが、こういう人になってほしいっていうことを書いたあの文書も必ず各学部にはあると思うんです。そこを見ていただいたり、直接もう本当に学部に問い合わせていただいても構わない、オープンキャンパスに来ていただいても構わない、それはあるとは思うので、その辺の、ミスマッチがないようにできればしていただきたいなと思います。で、受験科目だけの勉強は落とし穴です。あの受験科目が楽だったの、自分が楽得意なもので楽だったのでここ選びましたって言ったんですが、中に入ってからは絶対自分の苦手なこともやらされます。だから入ったはいいけれども続けられないっていう学生さんはいますので、あの中に入ってどういう授業があるのかっていうのもあの注意深く見ておいた方が心配ないかなと思います。でもう一つ、大学生になったらからって言って急にできるわけじゃないんです。ある方からお電話があったんですが、大学生にもなったので一人暮らしをさせたい、でも最初は心配なので寮に入れてくださいで見ててくださいって言われたことがあったんです。いや、とかいう話になって、うちの1年生の寮は相部屋なんですって、2人一部屋で行けますかみたいな話をしましたし、いや、そしたら相手の方に見ていただけませんかって言われたんですが、いや、それは公平ではないですよねっていう話をしました。あの相手の学生さんもあの相手の学生さんとしてやることがあるわけで、そこをお願いするのはちょっとできませんということでお断りしたことがあったんですが、ただ寮に入りたいという学生さん、発達障害を持っている学生さん増えてきています。それはもうあの収入のこともありますし、それ以外 のこともあるんですけれども、人の目があるからあの安心だと思われるご両親もいらっしゃって、もし学校に行ってないようだったら周りの人が分かるよねっていうところでそこに入れたいというような話もあるんですが、あの信頼の寮は自治寮なんです。大学側はもう本当にあまりあの介入しない学生同士の自治寮ですね。で、面白いなと思うんですけど、あの寮の会議は夜中にあるそうなんですよ、真夜中。だから感覚過敏の人とかが入っちゃったら寝たいのに眠れない状態は当然起きるっていうことになるんです。だからその辺ちょっといろんな意味で、気をつけていただきたいなというふうに思っています、はい。社会人になる前、逆に今度出るところですね、社会人になる前にやっておきたいことは、一つは自己理解。これは、今も作ってますけど、私の取扱説明書というのが一時流行りましたが、やっぱりこれはあった方がいいなっていう子もいるので、作ることはあります、まあ、それからスキルの獲得、もう一つはこれですね、セルフアドボカシー、人に頼む力をつける、これはすごく大事なところなので、合理的配慮の一番最初は学生が申し出ることになっている。学生さんが自分で、自分はこういうところ の特徴があって、配慮を求めたいので、っていう、申し出書っていうのをまず書いていただきます。そして各先生に持っていく時も基本的には自分で持って行ってもらいます。もちろん大学側が風刊した封書になりますけれども、
ども、それは自分で持っていてねっていうような話にはなります。 もちろんどうしても無理っていう子にはいろんな方法は考えますが、できるだけ自分で自分に必要な支援を求める力をつけていただくっていうこともすごく大事かなと思います。それと信頼できる支援者を少なくていいので見つけてつながっておける、これはすごく大事かなというふうに考えています。はい、じゃあ支援者が気をつけること、支援者が気をつけることはもう本当発達障害だけではなく、まあ、障害に関わる支援は一人ではできない、チーム共同、まあ、当たり前のことですけれども、これが学内外の関連機関の連携を取っていくっていうのはすごく大事だと思います。これに尽きるかなと思うのと、これは自分に対して言うのめげないっていうのは自分に対して言ってるんですけど、それこそ失敗は成功のもとで、かなり下手ることもありますけれども、いやどうにかなるって思えるかどうか、そのためには仲間がいるっていうのはすごくありがたいなと思います。何でも一人でやらないようにする、それは保護者の方にも言えることで、自分たちだけでやろうとしないで支援者につながっていく、そういうことがすごく重要なのかなというふうに考えています。はい、長々となりましたが、私の、お話はここまでとします。学生相談センターの障害学生支援者、障害学生の支援を考えるということは、大学で生活するすべての人に優しい大学を作ることだと思ってやっています。特別扱いをしているわけじゃなくて、ヒントをもらっているというスタンスで、関われていければなと思います。以上です。ありがとうございました。篠田先生ありがとうございました。